ロンドンアトウィック空港。ロンドンアトウィック空港。ロンドンアトウィック空港は、ロンドン中心部から南四十七点五キロメートル、ウェストサセックスクローリー中心から五キロメートル北に位置するロンドンヒースロー空港に次ぐイギリスで二番目に大きな空港である。毎時間最大五十五便が発着する世界最主の単線滑走路を有し、総旅客数は世界三十七位。 ヨーロッパ9位に達するヨーロッパ圏内有数の空港であり、2015年の旅客数は4027万人と2014年に比べて5.7%増加した。国際線チャーター便は基本的にヒースロー空港を利用することができないため、多くの便が東空港から発着し、混雑に拍車をかけている。また、 アメリカとイギリスを結ぶ路線の多くがヒースロー空港の発着枠割り当ての制限から東空港を利用している。これを解消するために2本目の滑走路を建設することが提案されたが、騒音などの公害、それに移動に関する多くの問題から地元の強い反対があり、地元の議会と2019年まで2本目の滑走路を建設しないことが合意されている。なお、 メインの滑走路 08R26 リットルに並行して存在する 08L26R は 08R26 リットルが使えない時などのための緊急用滑走路であり、2本目の滑走路にあたるものではない。かつてはブリティッシュカレドニアン航空やバージンアトランティック航空、レーカー航空のハブ空港とされていたほか、ヒースロー空港の混雑から、 新たにロンドンに乗り入れる国内外の航空会社の乗り入れも多い。なお、1990年代にロンドンに就航した全日本空輸は、ヒースロー空港の割り当ての制限から当初は、東空港を利用していた。ガトウィックの名は19世紀までこの地にあった荘園の名前に由来するもので、1241年まで、その歴史を遡ることができる。1890年に、 荘園は競馬場に作り替えられ、第一次世界大戦中にはグランドナショナルを数回実施したこともある。1930年にサリー・アイロクラブがガトイックで発足し、競馬場の敷地の一部を利用して離着陸が行われていた。1933年に外部の投資家が競馬場を購入し、必要な設備をすべて備えた完全な空港に作り変えた。 航空省により、ガトウィック空港からの商業飛行が認可され、1936年、五郎にはヨーロッパ大陸との定期便が運行されている。蜂の巣という愛称が付けられたターミナルビルが建設され、ガトウィック空港駅まで地下道が延長された。これにより、ロンドンビクトリア駅から飛行機まで天気を気にせず、屋内を通っていくことができるようになった。第二次世界大戦後に、 ヒースロー空港と共にロンドンへの玄関口として整備され、1956年から1958年にかけて空港を一時閉鎖し、780万ポンドを投じて近代化が図られた。世界で初めて空港に直通する鉄道が整備され、待合室からボーディングブリッジを通って直接飛行機に乗り込めるようにターミナルビルが再設計された。 1969年1月5日、フランクフルト空港からガトウィック空港に着陸しようとした、アリアナアフガン航空701便のボーイング727が操縦ミスにより、滑走道端から約 2.5km の住宅街に墜落する事故があった。この事故で、乗客乗員62名のうち48名が死亡し、さらに地上の住民2名が犠牲になった。 1986年、ガトウィック空港を保有、運営していたイギリス空港公団が民営化し、バーとなる。2009年3月、英国の独占禁止行政当局が、英国内の主要空港間の公正な競争を促進させるため空港の売却を、バーに命じた。これに応じ空港は12月に、米投資グループのグローバルインフラストラチャー、パートナーズに15億1、 レーポンドで売却された。なお、GIP は、ロンドンシティ空港も運営している。2010年2月、GIP は一部の株を、アブダビ投市長と、韓国年金基金とにそれぞれ売却した。ただし、運営権は GIP が持ち続けている。2014年3月時点、経営権比率は、以下の通り2015年に、年間4000万人以上を処理する。 世界初の単一滑走路の空港となった。2016年までで e g ジェ j トは創乗客の約半分を占めている。南ターミナルは9万8000平方メートル、北ターミナルは16万平方メートルに達し、自動運転の新交通システム、ガトウィック空港トランジットで 1.21km 間を接続している。共にバリアフリー対応済みであり、 販売店や飲食店、ベビールームや子供向けゲームセンター、出張車用ラウンジなど配置されている。7年間の戦略的商業パートナーシップの一環として e g j e t と合意し、各航空会社のターミナル位置や割当数変更を検討している。同提案では e g j e t がターミナル一元管理し、ブリティッシュエアウェイズとバージンアトランティック航空が場所を 交換する内容であり、これにより、運営効率が向上し北ターミナル全体の、繁忙時における搭乗手続き、警備、搭乗待合室、エプロンなどの負担軽減につながるほか、ブリティッシュエアウェイズの長距離便利用が北に移ることで、e g s j e t と発着時間帯が競合することなく、混雑が解消すると予想している。ブリティッシュエアウェイズは2016年11月に、 南ターミナルに全便移動すると2015年1月に発表したが、実際には2016から17年のクリスマスシーズンの混乱を回避し、2017年2月の長期休校期間に備え、全当事者が不測の事態の対処に十分な時間を与えるために、2017年1月25日までの移転延期を2016年2月に決定した。 北ターミナルの建設は1983年に開始され、1980年代の建物でロンドンの南における最大の建設プロジェクトであった。このターミナルは1988年にエリザベス2世によって開業し、1991年に拡張された。さらに2005年の改修でアイランドターミナル方式のピア6がオープンした。ピア6は、 メイン北ターミナルという道路をまたぐ立橋によって結ばれており、この立橋から空港を一望できる。南ターミナルの主要な連絡橋は1956年から1958年にかけて建設された。1962年に連絡橋が2つ追加され、1983年にはイギリスで最初の自動運転の新交通システム、ガトウィック空港トランジにより、 メインターミナルとつながった円形のサテライトターミナルが開業した。最初の連絡橋は1985年に広範囲にわたり改築され、ターミナル全体としては現在2回目の改築中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。